長崎原爆資料館は、長崎市への原子爆弾投下に関する資料を取り扱った長崎市立の資料館である。長崎県長崎市平野町7番8号に所在し、平和公園の一角をなす。1945年8月9日、原爆による被害の実装、核兵器のない世界を目指して、などのテーマに沿って、資料、写真、解説パネルなどが展示されている。 館内には折れ曲がった工場の鉄骨、爆心地側の部分が、熱線により開けた橋桁など原子爆弾によって、破壊された建物の一部が移設されているほか、原爆投下で時が止まったままの11時2分の時計などの被爆資料を展示し、一部の資料には手で触ることができるようにしてあり、原子爆弾の悲惨さ、生産さを伝える。長崎型原爆とも呼ばれる。 ファットマンなどの模型も展示されている。中でも、長崎市内外の地形を使った模型では、原爆被害の面的な広がりを視覚的に理解することができる。原爆記録映像や被爆者の証言ビデオなどの上映もあり、長崎原爆の全体像を学ぶことができる。国による追悼施設である国立長崎原爆死没者、追悼平和記念館が隣接しており、 地下1階2階に連絡通路がある。長崎市への原爆投下に関する展示だけでなく、各兵器開発、実験の被害者たちとして、アメリカやソ連のウラン鉱山での労働などで、放射線障害を被った風下住民について、解説するコーナーも設けられている。広島市にも、同じく原子爆弾投下の惨状を伝える、資料館として、広島平和記念資料館があるが、 こちらの展示内容は、広島市への原子爆弾投下に特化した内容となっている。この、広島の資料館は、原子力問題を包括して扱う資料館を目指して、リニューアル工事が進行中である。爆心地を望む高台に位置し、地上を2階、地下2階からなる。設計は、久米設計が行った。爆心地周辺の景観を害さないよう設計したため、 地下部分が有効活用されており、屋上部分は庭園化されている。玄関は地下1階。展示スペースは地下2階に設けられており、入館者は螺旋状の通路を下っていく。地下1階より上には、平和関係のイベントで活用されることが多いホールや図書室、長崎市の事務室がある。観覧料は、大人が200円、小中学生、高校生が100円である。 小学生未満は無料である。15人以上の団体の場合、観覧料が2割引きとなる。8月9日前後は無料で観覧できる。ホール、図書館、カフェなどの展示室以外を利用する場合、観覧料はかからない。前身は1955年に開館した長崎国際文化会館の原爆資料センターである。同会館は、 戦災復興に関する特別法長崎国際文化都市建設法に基づき建てられた文化施設で現在の原爆資料館のやや北側に位置していた。早稲田大教授を務めた佐藤武雄の設計でアメリカの国連本部ビルを模した地上6階地下1階建ての鉄筋コンクリート製の建築物であった。爆心地を望む丘の上で眺望が良く大きな窓を 格子状に配置した当時としては斬新な建築物であったため市民や観光客に親しまれた。館内は2階から5階までが被爆資料の展示室、6階部分が図書室であった。同会館の資料は1949年に爆心地近くに開館した旧長崎市原爆資料館より移設されたものであった。建物の老朽化に加え展示スペースが 手狭になったことから、被爆50周年事業として、同会館は取り壊され、1996年に、現在の長崎原爆資料館が開館した、参考文献、ありがとうございます。